衛生中立国、衛生中立国、衛生中立国とは、将来もし他国間で戦争が起こっても、その戦争の圏外に立つことを意味するものであり、自国は中立の立場であることを宣言し、他国がその中立を保障、承認している衛生中立の立場を取る国家。この場合の中立は国際法上の義務である。衛生中立の立場を取るのは、 実効性を持つ政府でも可能であり、厳密には国家に限られない。衛生中立は、伝統的中立と共に古い歴史を持つ概念であり、かなり古くから国際法に存在していた。そのため、以下の条件を満たす必要があると考えられている。軍事同盟国がないため、他国からの軍事的脅威に合えば、いかなる同盟国にも頼らず、 自国の軍隊のみで解決することを意味する。すなわち、どのような戦争に対しても、必ず、固定的に中立の立場を取る国家という意味である。日本語訳の、衛星のような、永遠に、これから先もずっと、という意味合いは、全く持っていない。よって、状況によっては、衛星中立を一方的に放棄することも可能であり、実際に放棄された事例もある。 このため、スイスのように、スイス軍の強力な国防政策を取る国家もある、武装中立。いわゆる、平和主義や、非暴力非武装や、無防備都市宣言とは、全く概念、理念が異なるものである。衛星中立国には、他国の紛争に加担する行為など、戦争に巻き込まれる恐れのある行為を慎むことも、求められる。スイスは、中立国であったために、 他国からの政治的亡命者がスイスにおいて活動すこともあった。ルイ・ナポレオン、後のナポレオン三世が亡命した際には、フランス政府が軍事的な威嚇を行い、ルイ・ナポレオンが自発的退去を行ったこともある。また国家に対する経済制裁に参加することも中立違反となる。しかし、ローデシア問題のように、 国家承認が得られていない独立を主張する政権に対する経済制裁は中立違反とは見られていない。また、衛生中立国が他国の戦時債権を買うことは中立義務違反となる。このような見解に伴い、第二次エチオピア戦争の際に国際連盟がイタリア王国に対する経済制裁を議決した際、スイスは加盟国であるにもかかわらず、 伝統的中立政策に回帰して経済制裁を行わなかったという事例もある。このためスイスは1945年の国際連合発足にあたっては中立義務の遂行と国連加盟が両立しないとして加盟しなかった。ただし国連機関の設置や国連組織への参加は認めている。一方でオーストリアは1955年に加盟が行われたがその際に オーストリアの衛生中立を問題にした国は存在せず中立義務を守ることが可能であるという見解が取られていた。国連における平和維持活動への兵力派遣は中立義務違反とはみなされない。オーストリアは1965年の憲法改正以降、今後動乱や国際連合ギプロス平和維持軍に軍を派遣しており、1968年には 国連の要請に即時に対応するためを設置している。また、スイスも国連加盟の前から PKO に参加しており、1993年には大気軍を組織している。これは PKO における派遣が非強制的な性格のものであり、公平性を義務付けられていたために衛星中立の義務と反しないという考えによるものである。また、多国間の紛争を抑止することは、 平成中立国自体の利益となるとも考えられてきたことによる。平和維持活動で自衛の他の軍事力を執行することについては中立義務違反であるという解釈が発的であったが、冷戦終結後には変化が生じている。平和維持活動による平和強制のための軍事行動は法の執行であり中立義務違反ではないという解釈である。この解釈は有力になり、 スイス及びオーストリアの政府も同じ見解を表明している。一方でオーストリアとスイスが欧州共同体に参加することは中立義務違反であるとしてソビエト連邦など東側諸国から反対されていた。冷戦終結後、オーストリアは同様に強い中立政策を取るスウェーデンなどとともに欧州連合に参加している。また、衛星中立は 国民の立場をも統制するものではない。中立国の国民が戦時再建を買うことは中立義務違反ではない。また国民が戦争の義勇兵となることも自由であり、衛星中立国はこれを抑止する義務を持たない。衛星中立国は中立条約締結国によって中立の法的地位を保障されるのを原則としている。ゆえに中立保障国は 衛星中立国の独立と領土の保全を尊重し、その独立が第三国によって審判されたならば、武力を持ってこれを排除する義務を負う。このため1955年のオーストリアの衛星中立国化によって、オーストリアはスイスの保障国から離脱したという事例もある。一方で、オーストリアの衛星中立化にあたっては、国際条約を交わすという形式を取らず、 交換公,公文によって行われたが、これらの国は、オーストリアの中立を尊重するとしたものの、保証は行わなかった。中立を保証したのは、オーストリアとソ連の間で交わされた、モスクワ覚書によるものである。また、保証国は、中立国の憲法改正など、内政干渉する権利は持たない。しかし、クラクフ共和国が大量の亡命者によって、政府転覆された。 クラクフ法規基案には、亡命者の受け入れを禁じた、事前協定に反するとして、保障三国、プロイセン王国、オーストリアイコールハンガリー帝国、ロシア帝国による軍事占領が行われた事例もある。周辺国等の承認により成立している諸国、以下の国は衛星中立を宣言しているに止まる。列強が独立を承認したベルギーとルクセンブルクは、 ロンドン条約により衛星中立が定められた。しかし両国とも第一次世界大戦でドイツ帝国の侵攻を受けた。ベルギーは国土の大半を占領されながらも抵抗し、非武装であったルクセンブルクは全土が占領された。その後、1920年に発行したベルサイユ条約で衛星中立義務は解除された。ベルギーはその後、 連合国の一員として、ロカルの条約等に参加したが、ロカルの体制崩壊後は中立に回帰した。ルクセンブルクは国際連盟によって、ロンドン条約は有効であるため衛星中立国で、後再認定され、非武装中立政策を継続していたが、両国とも1940年にナチスドイツの侵攻を受け、国土は占領された。ベルギーは、 第二次世界大戦後に中立政策を放棄している。ルクセンブルクは1948年の NATO 加盟と憲法改正により事実上中立政策を放棄した。ただし憲法上では中立政策を取ると規定している。第二次世界大戦後の日本においては日本国憲法第9条に侵略戦争と軍隊、戦力放棄の規定が設けられたこともあり。 日本が中立国となるべきであるという主張を述べる論者も多く現れた。例えば、1949年、昭和24年3月のダグラス・マッカーサーが、日本は極東のスイスたるべき、現実世界のスイスは、国民開閉を前提とした十武総中立国家であると発言したという報道や、同年3月3日4月9日付の読売新聞の社説などに見られる。 ところが、中国大陸の共産化と、朝鮮戦争の勃発により、保守、右派にとって、衛星中立化は非現実、幻想的なものと受け止められるようになった。しかし、革新、左派による、中立化、衛星中立化の主張は、より強くなっていく。サンフランシスコ講和会議においては、ソビエト社会主義共和国連邦が、日本の衛星中立化を提案し、 その後も1958年、昭和33年に同様の提案を行っているが、日本国政府はこれを拒否している。協商中は朝鮮半島の衛星中立を主張しており、朝鮮半島が衛星中立化すると、中華人民共和国の勢力圏に南北朝鮮が併凡されるという指摘については、アジアで4番目の経済力かつ G20 の一国である。 大韓民国を過小評価すべきではないとし、そうした見方の背景にあるのは、韓国は日米の支援なしには存続し得ないという、戦前以来の時代主義的な多立政治観、多立政治観とは、朝鮮の歴史は、騎朝鮮、英士朝鮮、男四軍から始まる、有志以来、常に、品によって多立的に動かされ、有志以来常に、 中国の属国であり続けたという歴史認識と批判している。そして、朝鮮半島非核化宣言の趣旨を生かし、急戦協定の平和協定への転換、暫定的な在韓米軍の残留と将来の在韓米軍撤退、朝鮮民主主義人民共和国の完全な非核化と中立維持に必要なだけの常設的武装力の維持など、周辺大国に対する非同盟中立政策を 堅持すれば、日米中路の周辺4大国がひしめき合う、朝鮮半島の地政学的な条件を考えれば、衛星中立化構想は、単なるが米に終わる幻想ではない、周辺大国に対する非同盟中立政策を堅持、できれば、朝鮮半島は、紛争から平和の回廊になりうると主張している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。